どうもセイラです今回は周りからついていきたいと思われる人が持っている特徴ということで話していこうかなというふうに思います。で、この周りからついていきたいと思われる人は何を持っているのかということなんですけどもすぐに視点を他に持っていけるっていうそういった特徴があるよっていうことなんですね。つまり他人を受け入れる器が大きいということです。 逆に言うと、人が離れていく人をついていきたくないというふうに思う人ほど、まあ、他のこと、他のことを受け入れられないんですよね。 なので、すぐに怒ったりだとか、自分が被害者ぶってしまったりだとか、自分の利益を考えてしまったりだとか、相手の悪口を言ってしまったり、自分が理解できないものを弾こうとしてしまったりというふうなことが起こってくるわけですで。周りにもそういう人はいると思います。自分が納得できないもの、理解できないものは間違っているんだって言って否定したりとかね、する人。まあ、そんな人にはついていきたいなというふうには思わないじゃないですか。じゃあ、どんな人についていきたいのかと。 いうことですけども、単純に自分のことをね、受け入れようとしてくれる。もちろん間違っていたら指摘はしてくれるし、叱ってもくれる。でも、そうやってむやみやたらに自分が理解できないからといって否定するようなことはしない。そんな人に人はついていきたいと思うわけですよね。で 僕が最近感じたことというか、結構勉強になった出来事があって、それが何だったのかっていうと、車が歩道を塞いでしまっているっていう、まあそういった事件があったんですよね。事件というのかわかんないんだけど、でもなんかこう、よく歩道をね、自転車で走っていると、例えば、マクドナルドがあったりして、マクドナルドってなんかドライブスルーとかってあるじゃないですか、そうすると車の出入りが激しいですよね。で、そのマクドナルドの目の前の2メートルぐらいの歩道に、車がね、 こう出てきてしまっている状態。だから、道路に出たいんだけども、道路の駐車場から待ってるんじゃなくて、歩道にかぶさってしまって、その状態で、あの、入るか入らないか、合流するかしないかっていうのを、こう見て判断してるみたいな状態。また、あ、一応、あの、絵を載せておくので <laughs>、あの、この説明で分からなくてもなんとなく分かってくれると思うんですけど、まあ、そんな状態になっている時に、まあ僕、自転車をこいでたんですよね。で、まあ自転車をこいでて、で、 まあその車があったから、うわ、通れないなってなったんですよ、その瞬間にね。で、通れないなって思ったんだけど、僕普段ね、車乗るんですよ。まあこっち、今大阪にいるので大阪では乗ってないんですけど、和歌山に行った時は毎日のように乗ってたんですよね。で、だから車に乗る人の視点っていうのを持ってるわけなんですよ。で、そう考えた時に、なんかこう、2種類の感じ方があるなってこの時思ったんですよね。 でその2種類の感じ方が何なのかっていうことなんですけど、まずは車,車側の視点で見てで、その結果、自分だったら絶対に待つのに、自分だったらこうはしないのになっていうふうに思う。だから、車運転するなら絶対に歩道の歩いてる人の邪魔をしちゃいけないよなっていう視点もあるわけなんですよね。でも、もう一つの視点。それは何なのかっていうと、共感の視点ですよね。ああ、そうしたくなる気持ちもわかるよなって。 でこうやって二つの視点っていうのが必ず出てくるわけですよね。で、もちろん車側の視点で見れないっていう場合もあるので、まずは他からの視点っていうものを大事にするっていうことが大事になってくるわけなんですけど、他から見た時に、そこに対して相手を否定するような、自分だったらこうするのにっていうような否定に入るのか、 それとも、あこの気持ち分かる。確かにこいつやっちゃいけないことやってるけど、こうしたくなる気持ちも分かるよなって思えるのかでは、全然変わってくるわけなんですよね。で、こういった些細の、え普段の些細な考え方、感じ方っていうものが、相手を受け入れられるか受け入れられないかっていうものにつながってきているということなんですよね。 普段からどんな人のことも、いやあれ、やっちゃいけないけど、なんかやりたくなる気持ちはわかるよな、みたいな感じで共感するようにしていると、相手の本当の真意であったりだとか、相手がそうしてしまった理由であったりとかっていうところにまで思いを馳せてあげることができていたら、相手のことを受け入れる器っていうのがね、広くなっていくわけなんですよ。 だからこうして、まあ普段からよくね僕は相手を理解しよう、共感していこうっていうね、まあそういった工夫をしていこうよっていうことは言ってるわけなんですけど、大体ね相手のことがわからない、相手が何をしたいのかがわからない、共感するにしても相手がなぜそうしたのかがわからないみたいなあの返信とかが返ってきたりもするんですね。そういった疑問がよく返ってくるんですけど、その時っていうのは二つの要素っていうものを取り入れていないからなんですよね。つまり、 他の視点と、まあ、他の視点と共感っていうもの。この二つが重なり合わないと、この二つが足されないと相手のことを理解するっていうことはできないですよね。まずは相手の視点に立ってみる。自分だったらっていう視点に立ってみる。そしてそこに対して共感できるところはないのかなっていうふうに考えてみる。 いきなり共感はできないし、相手の視点になったからといって、自分だったらこうするのにって言って、自分の価値観を押し付けるような発想をしてしまうと、受け入れる力っていうのは、えー、大きくなっていかないんですよね。だから、まずは相手の視点に立ち、そして、ああ、その気持ちわかるよなっていうふうに考えるようにしていく。それって、別にね、それを正解にしろと言ってるわけじゃないですよ。それを正当化しろと言ってるわけでもないんですよ。そうではなくて、 しっかりと、そうやって普段から人のね、背景っていうものを見られる。相手の視点になり、そしてそこに共感できる。そういったね、普段からの習慣っていうものを身につけていたら、だん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 ね、普段仲良くしている人、職場の同僚、上司、部下の考え方であったりだとか、の人たちが何を考えているのか、何をしてほしいのか。 なぜこんなことを言ったのかっていうところに思いを馳せられるようになるよねっていうことなんですよ。普段から見ているから見られる。これは絶対そうなので、だから普段からそうやっていろんなところで、ね、あここで自分がもしイライラしてしまったりとか不満を感じてしまった。その時に、あ、相手の視点戻ってないかなって。 相手の視点も出ていなかったなっていうふうに感じて、そして相手の視点、そして共感っていうものをね、普段から自分の中で鍛えていくということをするだけで、受け入れる力っていうものはどん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 身についてきて、でその結果ね、周りのことを受け入れられるようになるから、人がついていきたいと思ってくれるというふうなね、まあそういった変化っていうものが起こってくると思いますので、えぜひね、普段から 他の視点プラス共感っていうものを意識していってもらえたらなというふうに思いますで。こんな感じでですね、毎日動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。